そう、最近はすごいめっちゃ夜遅くに帰ってきてたんですけど、今日はまだ11時ということで、そうちょっとね、そう最近はそう来て、そのままもうすぐ寝て、また朝早い日を過ごしていたんですけれども、今日は割とそんなこともなく良い感じで、こんばんは。明日ぜひ見てください。会場でね、当たった方ももしかしたら、もしかしたらというか、この中に、この今見てくれてる中でいると思うんですけど、いや本当にね、当たってない方、配信で見てくれる方もいると思うんですけど、この中にね、いや本当に見た方がいいから、本当にぜひストリーミングプラスさんで見てください、見てください、本当お願い、お願いだからお願いだから見て。こんばんは。ギフトありがとうございます、ありがとう。こんばんは。トレードで当たりました。おお、トレードで当たった方結構いるよね。トレードで当たるってなんかもうさ、すごいよな、普通に考えて。こんばんは。みんなちゃんと8期の晴れ舞台を見届けてください晴れ舞台なんで、ぜひみんな見てね。そう、見た方がいいので、今日もいっぱい練習してきました。8期のみんなでいっぱい練習してきたので、ぜひ見てください。こんばんは。そうか、昨日公演だったのか。そうだよね、昨日公演だったんだ。そんな感じがしないな。足が長すぎないで。そう、なんか私がツイッター見てたらさ、そうなんかトレンド入りしてて、そのタグが、でマリンに見せたらさ、載せなよとか言われてさ、載せるんだったらこのトレンド入りしてるうちに載せた方がいいよって言われたから、もう急いで写真を選んで載せたっていう感じ。ただ自分でツイートするっていうボタンを押せなくて、るーちゃんが押してくれましたそう、るーちゃん押しててたらいいよって言ってポンって押してくれた。そう、るーちゃんがそう押してくれた。そう、ちょっとツイートボタン押せなくてでもフォロワーさんね、10人以上増えました、載せてからそう、載せてからね10人ぐらい増えました。嬉しいそう、やっぱなんかトレンド入りしてるうちに載せることがやっぱ大事らしくて、やっぱそのタグを見た時になんかこうスクロールしていくと、やっぱねそのツイートが回ってきたりするから、それでフォローしてくれる人とかも増えるよってマリンが言ってたから、そうやったら見事10人釣れました。やったねってことで。やったね。そう、やっぱトレンドってね、すごいんだね。やっぱトレンド入りしてるだけあって、その話題が多くツイートされてるってことじゃないですか。すごいよね。それだけなんかハッシュタグとかを見てる人ってやっぱ多いんだなと思って、勉強になった今日。すごい大事ですね、やっぱ自分が乗っかれるものはどんどん乗っかっていかないと。こんばんは。
ばんは。暑い、今日暑すぎじゃない？33度とかあったよね、やばくない？もう夏やん。え、梅雨明けしてないの？これでも、これで梅雨明けしてなかったらもうえぐいんだけど。どうかしとる、どうかしてるぜって、っていうやつですね。あ、梅雨明けしたんだ。したんかい。あ、今日明けたの？なんか今年雨降らなさすぎじゃない？大丈夫？逆に雨降ってないよね。梅雨とか言っときながら雨全然降ってないよね。いやー、もうこれでもしなんかキュウリが食べれなくなりましたとか言われたらちょっと私悲しいんだけど、雨が降らないせいでキュウリが作れませんでしたとか言われたらさ、悲しい。それはそれで嫌なんだよな。それはそれで嫌なんだよね。こんばんは。まあでも雨嫌いだから別に降らなくていいですけど。こんばんは。明日ね、18時からだっけ？18時からだよね。ぜひぜひ見てください。8期生が、あの8期生が単独でゼップ名古屋に立てます。嬉しいです。嬉しすぎますね。幸せだね。なんかってこういうことなのかな。でもほんとなんか3ヶ月さ、これをさ、まあ3ヶ月あったわけじゃん、バトルがあってからの。すごいな、これを楽しみにしてきたから明日が終わっちゃうのが悲しいよね。ゆずぼの晴れ舞台泣いちゃうかも。ええー、明日の目標はファンの人泣かせるだよ。ファンの人泣かせるが目標。明日の密かなね、自分の中で大々的な目標じゃないけど、みんなで決めた目標じゃなくて自分だけの目標なんだけど、ファンの人泣かせる。泣いてるファンの人が一人でも見ていたら私の勝ちです。こんばんは。そう、泣く自信あります。ワンチャン1曲目で泣くんじゃない？わかんないけど。わかんないけど1曲目で泣くんじゃないですか、ファンの方。どうする？1曲目ですんごい超感動する曲とか持ってこられたらどうするよ。もうみんな号泣なんじゃないの。どうするよ。いや、わかんないよね。こちらもこちらでさ、ZEP 名古屋に実際立ってさ、ファンの方がいる客席を見てさ、泣いちゃうかもしれない。こんばんは。おばあちゃんじゃなくて、おばあちゃんは早くない？まだ始まってないやん。もうほぼ始まってないからダメですよ。こんばんは。
いやでもすごいよね、8期生8人しか今いなくてさ、それで ZEP 名古屋立てるんだよ、すごくない？劇場じゃないんだよな、すごいよね、なんかびっくり。自分が泣く可能性は、感動じゃなくて緊張で泣くかもしんない、わかんない、わからん、なんかそっちで泣いちゃうかも、わかんない、まだ私の気持ちが弱いから気持ちが弱いから泣いちゃうかも、もしかしたらそっちで泣いちゃうかもしれない、緊張の方で泣いちゃうかもしれない。そう、すごいんだよね。こんばんは。いやでもこんなにもその ZEP 名古屋っていう舞台に8期生が立つことに対して楽しみにしてくれる方がいることが本当に嬉しいですね。頑張れる。まあもう今日は寝るけど早くね、今日は寝るけど早めに。そう、明日はねショールームをいつするか迷ってて、余韻に浸りたいがために朝やってもいいなと思うし夜やってもいいなと思うんですけど、そう寝れる、寝たいですもん、眠たいもん眠たいもんだって、めちゃめちゃ眠たいもん、もう寝たいよ。でもこの時間に帰ってきたの久しぶりよ、家に。もっと遅いんです最近は。そう、すごい遅かったんですよ、だからこの時間に家にいるの久しぶり。朝やっておこうかな、29日にしっかり感想を聞きたいと思います、皆さんからの。まあ明日何があるか分かんないんで、とりあえず夜じゃない、朝やってきますよ。夜だから私の朝のショールーム見に来てください、頑張れってコメントしてね。髪型は決めました。髪型は本当はポニーテールしたかったんだけど、ちょっとなんか気分が違うんだよね、どうしよう迷ってる。衣装一個すっごい大事な衣装があって、その衣装に合わせるってなると圧倒的下ろしてた方が可愛いんだけど、いやー分からん、明日の8期同期がどんな髪型するかにもよるかなって感じ、分からないです。いやツインはしないけど、下ろしかポニーテールで迷ってますね。うん、迷い中。こんばんは。でも下ろしてたら下ろしてたら絶対暑い気がすんだよな。でも衣装はな、下ろしてた方が可愛いんだよっていう究極の選択を私は今迫られてるでも絶対下ろしてた方が可愛いんだって、私がやる曲。そう、まあ明日の気分で決めたいと。あ、眠い。こんばんは。寡黙な月が見れる予感。さあどうですかね。寡黙な月ね、私1回しかやったことないんだ今までで。寡黙な月かわいいよね。
んばんは。かわいい曲。こんばんは。明日初めてやる曲ありますか？うん、あるね。あるよ。あるある。全然ある。あります。まあぶっちゃけ初めてやる曲がなかったらつまんないよね。全部踊ったことあるセトリで組まれてもさ、まあ楽しいと思うけど、新鮮味はないよな、絶対に。うん、まああるよ。あるよ。だって全部やったことある曲だったらさ、だって一度はさ見たことある人がいるってわけじゃん。こんばんは。トーク会で着る衣装がした。あー、着た衣装ね、ある。トーク会で今回明日あの着る衣装で絶対着るって決めてるんだ。スーパーゆずぽタイムある。ある。いやー、ぶっちゃけみんなあるんじゃないですか、今回のストーリーだと。まあこれ以上言うとマジで言っちゃいそうになるんで、もう言わないでおくけど、まあありあると思います。みんなもうみんな目をガン開きにしてみてください。もうまばたき厳禁だぞ。そうだぞ。全員一度はセンターになるパターンかな。さあどうですかね。だからもうみんな一列で歌うかもしんないよ。もうフォーメーションなし。横一列でずっと歌い続ける。よくない？どこにいてもおしめ見れるやん。こんばんは。新鮮でいいよね。もうずっと入れ替わり入れ替わりで、もう回転寿司みたいにこうぐるぐる回って、この曲はこの子が神手みたいな。おもろくない？もう立ち位置覚える必要などないよね。ありかなしで、なしかで言うとあり。あり。何回ギフトありがとうございます。ありがとう。携帯近いな。ここにしよう。うん、全体曲も楽しみだし、ユニットも楽しみ。ユニットあるかな。あるかな、ユニット8人だからね。どう回していくかっていう話だよね、ユニットを。どうなんだろうね。あるかな、ユニットあるといいけど、どうかなどうかなって。
まあでも12人公演で今までやってないぐらいだから8人ですか、4人いないからさ、いやーもしかしたらないかもしんない。いやーわかんないな、あるといいけどね、ユニットね。早めに行ってタオルゲットします。あー、タオルぜひぜひ。タオル、タオルはあれだね、明日会場で販売なので、8期生がこのゼップライブにかけてる思い一言ずつ書いてあるので、手書きでぜひぜひ買ってください、買ってください、お願いします。物販何時か、14時くらいだった気がする、今日10時って言ってたよね確かね、14時くらい、うん14時か。コメです。あ、本当だ。初見の方だ。ありがとうございます。SK48 チームメスの石黒月です。こんばんは。ありがとうございます。明日開演18時半か。18時半から。18時半からか。うん。了解。あ、14時半から物販。うん。こんばんは。あ、じゃあ劇場公演と丸かぶりなんね。明日チーム公演じゃん、マキコさんの生誕祭だよね、かぶってんだ、知らなかったぜ。こんばんは。まあタオルは持っといた方がいいんじゃないですか。まあ、もしかしたらタオル使うかもしれないし、まあ、使わないかもしれないけど、まあ買えなくないよりは買って、買える時に買っといた方がいいです、タオルも。まあ持ってたら楽しいかもしれないし。タオル買ってください、ぜひ。T シャツも売ってんだっけ明日。まあファンっていうかオタクあるあるじゃない、着る用と鑑賞用と保管用、もうこの3、タオルも一緒やろ。いやもう買うしかないやんそんなんね、買いましょう買いましょう。いやもう一個じゃ足んないよ絶対、もう替えが必要だから、替えがね、そうぜひぜひ。鑑賞用、鑑賞用いらないの、だってハンガーかけてさ眺めたくない。眺めたくない。汗かくからな、いやそうだよ。そう絶対暑いからね明日、まあ、T シャツびちゃびちゃになっちゃうんじゃない。帰る頃にはやっぱ風邪ひいちゃうから、やっぱあの替えの T シャツとか買っといた方がいいと思います。やっぱそれで帰って布教しないと、メンバーのこと、そうやっぱ大事じゃない布教。大事なんでね。でもあのデザインかわいいよね、ピンクのさ鉢にさ黒ベースの T シャツでめっちゃかわいくない、超着やすい、免疫で布教いいじゃん、免疫たくさん人いるからチャンスやで、チャンスチャンスチャンスね、チャンス、テレテテ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 、あの配色みんなで決めたの、あれはねいつ決めたんだっけな、覚えてないけど、なんだっけな、8K ってピンクじゃねみたいになったんですよ確か、ビブスがピンクだから、そうビブスがピンクだからピンクって
ってなった時にピンクといえば黒じゃねみたいな黒じゃねみたいなってピンクと黒みたいな、確かそんな感じだった気がする。そう Just end your chance。 こんばんはサプライズ出演に合わせですか。いやー似合わせ、似合わせかもしれないそんなやからみたいな話やからとか言わないでください。可愛い子な、可愛い子たちだから。でも可愛いよね、黒ピンクって流行らなかった？私小学校の時さ黒とピンクの組み合わせしかいなかったんだけど周りの女の子たち黒ピンク、めっちゃ黒ピンク大量発生みたいな、クロックスとかさ黒ピンクみたいな、懐かしい。黒あのあれだっけ、運動靴とか靴とかもさ黒とピンク、懐かしい。流行りましたよね黒とピンクの組み合わせ。くろみちゃんっぽい、確かにくろみちゃんだ。そうあのね、そうチャンスなんだっけ、チャンスなんたらチャンスすごい好きなんですよ、安室奈美恵さんの。そう聞くのよよくチャンス、チャンスザチャンスだっけ、チャンスチェイスやチャンスみたいな曲だっけ、そう聞くんですけど、そうランドセル、何ランドセルは可愛いお色でした、可愛いお色味のランドセル使ってました、ビビットピンク。そうビビットピンク使ってたよ。好きなキャラクターいる、好きなキャラクターなんだろう、好き、わかんないの、好きなキャラクター、うわ、まあ、そこはクロミちゃんって言っときましょうか。スケートコラボしたんでね、クロミちゃんでも好きだよ、クロミちゃんと、あと、あ、思い出した、ポチャッコ、ポチャッコが好きです、ゆずサンリオポチャッコすごい好き。あのね、あの前髪ピンよく使ってますポチャッコ。あ、ドラえもん、ドラえもんも好きだよ。12時まで配信できるの、そうなんですよ、まだね驚かれるんですけど、そうなんです、ポチャッコ好きだよ、ポチャッコとかドラえもん好きです。足長そうやで、そうなんかツイートの文章めっちゃ迷ってさるーちゃん何がいいと思って聞いたら、私のことですかってツイートしたらって言われたけど、さすがに恥ずかしかったから、私のことですかか、なんだっけ、呼んだみたいなそう呼んだみたいなツイートをしようと思ったんだけど、さすがにちょっと何言われるか怖かったからそんな長くねえやないかみたいな言われても困っちゃうので、私はまあそれはそうです、すいませんってなっちゃうから、そうちょっと控えめに控えめにして、控えめにしましたフ
ネット怖い。当たり前じゃん、怖いよネットは。もう顔も知らない人たちからさ、何言われるか分かんないんだから。いやなんかさ、ここにさコメントしてくれてる人たちはまあそんなことしないと思うけど、いやなんか最近さ怖いなと思って、なんかさすっごいさ、握手会っていうかトーク会の会場とかでさ、なんかいっぱい人いるじゃないですか。でこの中にもさメンバーのことをさ悪く言う人がいるんだ、一人でもいるんだって考えたらなんか怖くてさ。怖ーって思ってたこの間。全然怖そうに思ってないけどね。すごいと、そうネガティブとかじゃないんだけど、そうなんか中にいるんやと思った、ちょっと怖かった。まあなんとも思わないけど、まあ直接トーク会とかでなんか行ってくる人とかいないから、まあ、経験がないので今まで。そう経験がないので、そう、そうだよ、いろんな人がいるから。まあ、難しいじゃないですか、人が100人いるとしてさ100人全員に好きって言ってもらえることなんてきっとないから、そこが難しいよね。そこが難しい、ほんと好みなんて人それぞれだから。そういう場合言い返すやろ。え、言い返さないです、なんか心狭って思っちゃう。心狭じゃないな、なんでそんな人を傷つけることを言って楽しんでるんだろうって思っちゃうかもしれない。何なんだろうな、難しいな。うん、言葉にするのが難しいけど、うん、でもゆずはそんな気にしたことないです。でもさ絶対さ楽しくなくない、そんなさ人をさ人のことを悪く言って楽しんでる人生なんて嫌なんだけど、もっと楽しいことして楽しんだ方がいい。いやでも怖いよね、なんかさすっごい嬉しいことをさいろんな人に言われたとしてもさ、一人の人がさ悲しい言葉を言うだけでその言葉がずっと頭の中残ってんだよ。そうだからすごいんだよ言葉っていうのは。だからみんなも気をつけようね。明日8期ライブ、そうですよ、見てくださいねみんな、8期のライブ、ゼップ名古屋に8期生単独で、8期生今8人いるんですけど、8人でとても嬉しい。キャパ何人ぐらいだっけ、いやーもう緊張だよ。めちゃめちゃ緊張するけど、でも楽しみなんだよね、なんだかんだリハからめちゃ楽しかったからさ、やばい、緊張して寝れなくない、うん全然もう寝たい。全然早めに寝たいところだけど、まあ、まだ寝れないんでお風呂入ってないし、ね、メイク落とさないと。そう全然寝れないけど、でも早く寝る予定です、今日は。今日こそは生配信もあるよ、そうだよ、今日じゃない、明日か、ストリーミングプラスっていうので生配信もあります。
そしてなんだっけ、アーカイブも明日からあるので、あれだね、なんだっけ、7月の5日までかな、見れます。ぜひ見てください。もう見て損はないと思うので、ぜひぜひ。31、そう、今日竹中さんが来てくださってたんですけど、そう、差し入れ買ってくるよって言ってくださって、何がいいってわざわざ聞いてくれたんですよ。そう、31って言って、31めっちゃ買ってきてくれた。もう8人だよねっていう、8人で食べる量じゃないぐらいの量買ってきてくださって、そう、超美味しかった。なんならまだあと一つ残ってます。事務所の冷凍庫に入ってる。こんばんは。だってさ、8人いてさ、1人2つプラスさ、3個食べれるメンバープラスマネージャーさんとかも食べてたから、やばくない？すんごい量やな。ひつまぶしって言えばよかったのに。誰かね、うな重って言ってたよ。うな重はちょっとなーって言ってた。いや、考えるんかいと思ったけどね。いや、さすがにうな重って言われたらさ、無理って言うじゃん。いや、うな重はちょっとなーって言ってたからさ。おもろいよね。そう、考えるんだと思って。こんばんは。そう、みんなでね、アイスのドラフト会議した。せーので指さして、そう、食べたいもの、あ、最初じゃんけんだったかな。最初じゃんけんして、そう、食べたいものを食べました。ポケモンのやつですか。あ、ポケモンのね、フレーバーもありました。でもいつも同じアイスしか食べんから、今日も同じやつ食べました。明日うなぎ食べることに決めた。いいなぁ、うなぎ食べたい。アイスに限らず同じやつを言う。そうだね、同じものばっか食べがちだし、食べがちです。あんまりなんか飽きないんですよね。そう、もうルーティーンみたいな感じだから、それ食べたら頑張れるみたいな、もうなんか頭の中がそんな感じになってて、最近はお味噌汁にハマってるので、コンビニでお味噌汁買うのにハマってます。今日も飲みました。美味しかった。そう、もう食べるもの、買うものとかは決まってますね。ほとんどコンビニとか行ってもだし、いろんなお店とかでさ、物とか買うときとかも全部決めてる。新発売に弱い。あー、新発売ね。いや、でも新発売って言われたら、え、買うかもってなるけど、それが好きだったら買うけど、嫌いだったら買わないか。なんか微妙だなってちょっとでも思ったら買わないけど、うわっってなったら買う派ですね。そうです。こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは。明日久々の名古屋なんだけど、おすすめランチ何か。うん、ゆずでも名古屋飯で一番好きなのが味噌煮込みうどんなんですよ。まあこの時期でさ、味噌煮込みうどんとか暑いけど、食べてみてください。
味噌煮込みうどん大好きなんです。一番好きな名古屋飯で味噌煮込みうどんが一番好き。一番おいしくない？味噌煮込みうどん。座ってる体勢がきつすぎる。味噌煮込みうどんいいっすよね。味噌煮込みうどんはマジで優勝。もうなんか好きな味なんですよ、味噌。そう、味噌煮込みうどん食べて美味しいって感じてる時にやっぱ味噌好きなんやって思うもんね。やっぱ味噌って偉大だよ。私正座嫌いだから正座しない。正座したら足短くなるんだよ、知ってた？あと足組むのも良くないんだよ、知ってた？知ってた？正座は意地でもしないから。絶対にやんない。足に良くないか。やりません。足も組みません。足組みたかったら一瞬だけ組む。もう10秒ぐらい10秒組んでも満足するようにしてる。時々さ、すっごい足組みたくならないそういう時あるんですけど、私すっごいもう足組みたいっていう瞬間があるんだけど、そういう時はもうさっと組んでさっと直す。もうプロだからこの動きのそう、なぜかなるなるよね。とりあえず一瞬足組みます。ほんと一瞬ね。そう、プロだから任せてください、そこらへん。でも47分だね。やばー。やばいな。今日12時寝る予定だったんだけどな。あれあれれ、どうしちゃった？全然寝れんやんけ。やば、全然寝れなくて草って感じですねこんばんは。あれれあれれ、もう12時までに寝るにはもう今から寝るしかない結局2時くらいまで起きてるって。まあそうだろうな。今日のリハ V 見て寝ます。リハ V 見てあれだね、歌詞カード見て歌詞を確認して。こんばんは。今日は眠くない感じ。最近はマジこの時間は家になかったので眠たくないですね。最近3時半、早くて2時、3時くらい寝てた。明日は何時起き、明日でも7時半くらいかな。7時半くらいに起き、7時半ぐらいまでには起きてゆっくり準備してショールームする予定です。はい、明日の予定はそんな感じです。こんばんは。何時からショールームするの？7時50分ぐらいかな、朝の。それぐらいからやろうと思います。
うん、早起きしてください。皆さんドキュメンタリー見ました？新公演の。私はまだ見れてないけど、でもどんな内容かはなんとなくわかるからさなんとなくわかるけど、まだ見てないんだけど、だいぶ泣いた。そう、私も泣いてたわ、その時ボロボロに泣いてたわそう、ボロボロに泣いた。なんかすごいよね、なんかゆずさん、あんな人前でさ自分が言いたいことをさ言えたことないからさ、なんかスッてさ言葉が入ってくるんよそう、ほんとすごいよね。開演直前の貴重なシーン見せてもらう、あれですよね、開演10分前ぐらいのやつでしょ。分かる分かる、その光景今でも思い出せるもん、余裕で余裕で思い出せるもん。それぐらいなんかすごい、よし頑張ろうってなった時間だったかな。そう、私持ち歩いてるんですよ、あの先生からのお手紙、ほら石黒って書いてあるちゃんとケースに入れて持ち歩いてる、あんな先生か手紙です。字が綺麗なのもいいねえ。字9人分ですよこれ、すごくないすごいよね、いつ書いたんよって感じじゃない、すっごい忙しい方なのに。お手紙はね、でもね、私しかこれ読んでないから誰にも見せてないです中身は誰にも見せてない。そう、内緒です、秘密。こんばんは。手紙って素敵ね、私手紙大好きなんですよ。よくファンの方だからとからさ、いただいたりするけど、めちゃめちゃ好きなんですよね。すぐ読む、帰るまでに読みます、劇場出る前に読む、読んでから帰るいつも こんばんは。手紙書きたい、ぜひお待ちしてます。そう、前回もねいただいたんだよね、手紙。いつもこんな感じでもらえます、お手紙ありがとうございます。そう、あとねファンの方がこの間くださったんですけど、なんか亀戸籍のお写真すごくない、見て、そう撮ったのでプリントしました。かわいい、自分で言うなって感じだけど、そうなんか撮ってくれたやつ全部めっちゃいい笑顔してんのよ。しかもなんかこれがさ2ヶ月前とかありえなくないやばいよね、これめっちゃ笑ってる、見て見える？笑ってます。
いいね、おばあちゃんに見せてあげよう。うわー懐かしい、懐かしすぎるね。かわいい、見て、めちゃめちゃかわいくない？これ集合写真みたいな、かわいい、いい笑顔で、かわいい、超笑って、超楽しそう。かわいい、プロかなっていう亀子さんいるよね、いらっしゃるよね。すっごいなんかもうどの瞬間やねんっていうのを切り、なんか撮ってくれる方とかさ、すごい。写真って思い出振り返れるからいいよね。ね、もう今のでめっちゃ思い出したもん、今見ただけでも。偉大だわ写真って、素敵。あと4分だった、やば、早すぎやしませんか。明日も少し亀子期待したけど、明日亀子あったらもういいぞ、すんごい撮ってほしい写真あったんだけどな、悲しい悲しい。明日亀子あったらもうめっちゃ気合い入っとったかも、もう今まで以上にもう超メイク頑張っとったかもしれん。まあ全然明日は、明日頑張るけどメイク。いや同期だけで亀子もさ、またなんか素の笑顔とかが撮れそうじゃない、なんか純粋に楽しんでるメンバーとかが撮れそう。心のシャッター、そう、ぜひ心のシャッターで押してきてください、たくさん押してください。もう一曲だけでもね、撮影タイムとかねあればいいけどねまああるかどうか分かりませんが、被写体がいいから撮りがいがある。最近被写体っていう単語を覚えました。被写体ってなんかいいね、別に人って言えばいいのにさ、被写体ってなんかよくない？かっこいい、被写体。ストリーミングプラスで見る、ありがとうございます。そう、明日はね、現地に来れない方も、ストリーミングプラスさんで見れるので、生配信でもやるしアーカイブもねあるので、ぜひ皆さん見てください、お願いします。まだ帰るから、ストリーミングプラスもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。明日楽しみだね、もうあと1分後に日付変わってるけどあと20秒くらいかな、30秒くらいか、やば、もう切れちゃう。今日もありがとうございました、皆さん早く寝てください。そしてクーラーはケチらずに、暑かったらクーラーつけて寝てください、しっかり。ありがとうございました。明日は現地の方も在宅の方も楽しみましょう。バイバーイ、また明日ね、おやすみなさい、ありがとうございました、バイバイ、おやすみ。